はい、いつもご視聴いただきましてありがとうございます。サーティーボジ代表の峯岸です。はい、本日も門松先生のお話をお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、今日おなじみのね、対談形式なんで、またあれやこれやと、はい、あれやこれやとお願いいたします。はい、今日のテーマですね、はい今日はですね、定額減税についてと、はい、いうことで、まあ、視聴されている方もね、気になっている点だと思いますし、これがはたまたいいのか悪いのかという話を今日はね、そうなんですね、させていただこうというテーマで今日は喋っていきますね。はい、はい、まず一番のテーマですね。じゃあまずは定額減税の、まあ、解説ですね、まあ、はい、まあ、概要で結構なんで、はい、解説お願いいたします、うん、まあ細かな点をね、いろいろ言っていくと、もうむちゃくちゃややこしいことになって、はい、まあ、簡単に、これ自体不満がうさずきしてるみたいなんですけどす、ね、要はまああのこの6月から結局1人、はい、3万ですかね、はい、1年度3万円を、うん、減税しますよと、うん、で、まあ、所帯主とそう同居の配偶者、はい、それから扶養家族、うん、そのお一人一人について、うん、まあ、3万円を減税しますと、うん、住民税もあれ、そうですね、1万円そうなるんですかね、はい、そういう形で結局、まあ、減税しますよと、はい、で、まあ、税金がかからないように人に対しては逆にその、うん、減税できない分を給付でお渡ししますよと、はい、あ、そのパターンもあるんですか。あるんですね、あの減税、まあ、税金引かれるだけじゃなくて給付するパターンもある。そうです、僕それ知らなかったです。だってあの減税そんあの税金そんなにかからない人だと、あ、はい、だって減税言うても何のメリットないですよね。収入低い、収入低い人とか、ね、そういう税金がかからない人に対しては、はい、逆に給付すると。あ、で、給付のこの給付の内容も、なんか、切り上げで1000円でもあったらそれが1万円になるというようなあの話があって、逆にそのまあ不公平感というか、一人頭3万じゃなくて4万にもなるような人が出てくる可能性あるとか、なんかいろいろ議論をまあまあ細かく言うとですね、もうややこしいことなんですけど、そういう形でまあその減税、逆に言ったら給付も起こりうるようなことをしますということで、もうこれやることになってるんですね。そうです。しかも1年間なんですね、はい、今年度限りの話、はい、ただもうその、まあ、これもともとなんでやりだすかというと、物価高とか、まあ、そうですね、最近のね、はいはい、もうこういうね、非常にその物価が上昇している状況の中で、実質賃金とかそういうものが、まあ、逆に言ったら目減りしてる、そうですね、二重国民生活っていうのは非常に苦しくなってるじゃないかと、まあ、給料上がらずに上がらずに物価が上がっていく、そういうことですね、電気代もいろいろこう、ね、水道光熱費もどん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 上がっていく、いろんなものが上がっていってるのに、まあ、給料上がってない、そうですね、まあ賃上げ賃上げで賃上げしようと、まあ、名目的な賃金は上がりましたけど、その、ね、実質賃金、つまりその物価が上がっている分について、はい、賃金がそれの上昇に追いついてないということなんで、まあ、国民生活の苦境を救うために減税するんですよと、まあ、今年限りなんですけども、いや、そこの物価高がもう続く状況が来年度も見られるんであればですね、これはやっぱり来年度もやらんといかんのちゃうかというような政治家さんのなんか意見も出てるみたいですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ次2番目ですね、はいはい、で今回の定額減税なんですけども、はい、ここが一つポイントがありまして、はい、この給与明細に明記しろと、はい、これ義務になったんですかね。あ、そうなんですね、という話なんですけど、これ本当にじゃあなんで やるのかって必要なのかって話をちょっとお話しします。これね、これ自体もまた本当に大変なことで、ですよね、もうそのただでさえ事務が煩雑なんのに、まあ、の税計算せないといけないしですし、それに全部載せていかないといけないですから、それは給与明細をたくさん作ってる会社なんか大変ですよね、もうそれは不満が噴出してると思うんですけど、結局その国会の議論を聞いてると、まあ岸田さんはやっぱりその減税 を受けてるんだという恩恵をですね、国民に知ってもらわないといけないんだと、知らしめないといけないんだというような答弁をされてましたよね。もうそれがまあ
減税してるんですよと、あなた方は減税受けてるんですよということを分かってねと、いやそれだけ分からずというために、それだけでびっくりなんですけどね、まあ給与明細等々にですね、その明記、するんだと、しなさいということになってるようですね、はい、これが理由です。そうですよね、はい、まあ、だからこれ簡単にできると思ってるからそういう話になってくるんですかね何も手間にかからんやと、まあ、ちょっと書けばええやん、いや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 、これ大変ですよ、そうも企業側も大変ですけど、このなんかいろんな手続き、あの自治体、まあ、住民層も関連してますから、はい、なんかそれの経費だけで700億円ぐらいかかるらしいです事務経費だけで、減税で、まあ、もちろん もうものすごい、はい、あの収入減になりますけどね、経費の支出だけで、まあ、あの国ないし、そのね、あの公共団体側のそういう事務経費だけで700億円ぐらいかかるとか言って、なんかテレビでやってましたね。わかんないですけどね、ね、700億かけるためにもそれで言うのみたいなっていうね、だその700億もっと配ったらええやん。そうとか、そもそも税収っていうか、その国の財源というか、歳出と歳入の関係でいうと、そんな余ってないんですよ、困ってますよね、結局、どん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 赤字国債発行してですね、その負債がどん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 もう突破していってるわけですよ。お金ないから、あの子育て支援金とか ね、 そうですね、ああいう異次元 の、ね、あの少子化対策のためにとか言って、今度は子育て支援金集めるって言うてるでしょ。 そうですね、はい、それから、まあ、あの自衛隊の予算を増やすためにもですね、これまた増税せんとあかんとかいろいろ考えてますよ ね、 そうですね、あの余裕があるわけじゃ決してないです、ね、余ってるのはお返ししますよ、ね、じゃ足らないところをですね、そうですね、めちゃくちゃ経費かけて、でしかも税金をあの、減らしてですね、収入減らしてるわけですね、そうするとますますその借金財政というか、そうですね、国債を発行してですね、借金増やすという話になっていくわけですよ。だこれね、プラスになっていかないですよね。プラスになっていくんですかみたいな話ですよね。困ってしまうんですけど、そこは、ね、まあちょっとこれね、はい、ですけどね、はい、ありがとうございます、はい、で最後3番目ですね、はい、今回の定額減税なんですけども、はい、じゃあ国民生活に本当に良い影響となるのかどうかっていう、はい、まあ、ちょっと根本的な疑問があるんですけどもちょっと考えをお願いいたします。いや今もちょっとお話ししましたけど、はい、ね、そんなあの税金があり余ってるわけじゃなくて、ない状態でこうそういう形のことをやるわけですよね。これ何のためにやってるのかということなんですよね。そうですよね、結局そうで、しかもそれぐらいのお金を、まあ、も減税を受けたところでですね、前では焼け石に水ですよね。本当そうですね、別にちょろっとなんか水かけてもうただけの話というかね、年間で3万とか4万なんで、まあ、月々3000円とか、そういう話ということになってくるでしょ。 いかにもやったというポーズですよ、それから小手先のごまかしで、そのなんかね、いかにも何かをやってあげてるんですよと、国民に対してその苦境を救うために政治がやってるんですよというポーズ、ごまかし、そういうね、もうある意味で言うと選挙対策でやってるんじゃないかと。だからさっきの明細もかけというのもですね、あれ一番思いますよね。あのね、もう衆議院議員の、まあ、解散総選挙がもう近いんじゃないかと盛んに言われてますんで、そのための選挙対策じゃないかというふうにもうみんな言ってますよね。でこれってね、やっぱり一種のばらまきだと思うんですよ。ばらまき、そのばらまいてただ単に人気取りをやってるというか、これまあ昔からその、まあ、めちゃくちゃ古すぎるかもしれませんけど、古代ローマ帝国というのはありましたよね、あのカエサル、シーザーのああいう、まあ、古代ローマ帝国というのはあります。あのその帝政時代にですね、はい、言われてた標語で、はい、パンとサーカスというのがあるんですよ、はい、
でこれはどういうことかいうと、そのまあ帝政ですから皇帝がいてる、はい、で皇帝が恩恵的にですね、うん、小麦の無償配布とか、うん、まあ生活困窮者に対するとかいうか、はい、まあ帝国ローマ市民に対して小麦を無償配布する、うん、それから、そういう格闘技とかね、ああいう、うん、そういう、まあ、見せ物ですね、これサーカス、はい、そういうのを皇帝主催で、はい、もう大々的にこうやってですね、そしてそういう、まあ、一種の人気取り政策ですね、そういう皇帝がこんだけ、まあ、小麦も無償配布して、うん、パンもタダにしてる、それからそういうサーカスを提供して、うん、まあ娯楽を提供してみんな楽しんでくださいという形で、剣闘士の試合とかね、ああいうのをタダで開催したり、うん、そのやったわけですよ。こういうのパンとサーカスという形で、人気取り政策の一環を揶揄して、標語として言われてるあれなんですけど、だんだんそんなことやりすぎてっていって、だん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 国力が衰退していって、うん、まあ、ローマ帝国というのは、まあ、東と西に分裂しましたけど、最終的に西の方はですね、もう滅亡しちゃったというような歴史的な、まあ、教訓といいますかね、揶揄されるところがあるんですけど、もうそれにそっくりなんかちゃうかなと思うんですよ。結局ね、もうそのばらまき、パンをタダで配る、小麦をタダで配るって言うてて、私一生懸命やってますよということをね、政治家がそのアピールするためにやってるだけという感じがして仕方がないですね。で今のその世相を見るとですね、このサーカスというか、こっちの方の気晴らしの方はですね、ある意味気晴らしばっかりし、そのなんていうか発達しているように思えて、私仕方ないんですよ。いろんなエンタメ、はい、テレビ見ててもね、うん、もうエンタメの、ね、はい、まあまあね、まあ、代表的なね、代表的な、はい、そういう、まあ、エンターテインメント、うん、お笑いとか、うん、歌とか、そうですね、そういうのがもう全くの主流になってますよね、うん、それからまあそのゲームとかああいうのにしても、うん、発達はしてま す, そうです、ね、でスポーツ関係もものすごく流星になってます、うん、しかしこれね、まあその誤解されるかもしれないですけど、うん、要は気晴らしなんですよね、まあ、まあ娯楽そうですけど、そうです、結局はそのなんか鬱屈してるものを気晴らしでやってるという形が、うん、名になってませんかと。そうですね。うん、で私やっぱりそこのとこをやっぱりもう一個進めて、本当にこう、うん、なんていうか、生き方とかそういうものもね、うん、その考え直すというようなところにこう結びつくような形っていうことが必要だと思うんですけど、うん、なんかこのパンとサーカスとそっくりで、うん、政治の方はなんかね、そのばらまき、まあコロナの時からもずっと続いてるような感じもしますけどね、なんかのそのあれをもう寄付するとか、タダにしますよとかいう形でやってる。で片方では一生懸命気晴らしがどん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 発達してる。それと肝心要のみんな本当の幸せのに役立つようにするにはどうしたらいいんですかというところはですね、なんかなおざりになってるそうですね、いうような感じがして仕方ないんですね。で政治もですね、結局本当にもう今こういろんな意味でその物価高もそうですし、貧困の問題もあるし、少子高齢化いうような問題、昔から言われてますからもうね、ほか気候変動もあります。それからもう世界がどん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 一体化してるいうような形でいろんな問題が起こってくる。それからまあ防衛安全保障の問題、これもね覇権国家のまあ暴走というようなものもあって、それは現実にどう対応していくかということもがまあ問題としても、これについてどういうふうに物事を考えていくかということはですね、もう切迫した課題やと思うんですね。もう本当に戦争が起こると、日本近海で、日本の近所で
戦争が起こるというリスクっていうのはですね、どんどん高まってると思います。おとついまでミサイル発射してました、ね、発射してました。あ、今ありますね、台湾あの行動に関してはですね、中国はその台湾ぐるーっと囲んで軍事演習して、お前らもその独立なんか言うとったらですね、もういつ攻めても攻められ、いつでも攻められるんやと、という状態をやってますよね。しかもプーチンはプーチンでですね、このままウクライナに結局欧米がですね、軍事援助を続けるなら核戦争の危険があるやないかと、 その方向へ行くんやないかとか言うてますよね。だから自分がウクライナに侵攻しといてですね、そこ戦線の原稿を ね、原因を作っといてですね、今度はウクライナにその欧米が支援したら核戦争になるぞと、お前らその責任取れるんか言うけど、もともとやり始めたあんたやないかって言いたいところですよね。そこはね、それその責任転嫁して、核戦争や言うてますよ。核兵器を使うぞいうことを脅すような時代になってきてるんですよね。一つ交じったらほんまにやりますよ。ボタン一つ押したら終わりですからね。知れ出したら ね、大統領でも、ね、もうそれでほっといたらもう終わりです、簡単なことなんですよこれ ね、はい、長崎あの広島に原爆を落とされた経緯についてもですね、ある意味で言えば簡単に落とされてるんです。あれ本当に今考えればそうです、そういうことから考えると、もうそのね、こと先でどうのこうのとか言うてるようなその時代じゃないんですね。もう政治そのものを、まあ、いろんなやり方でやってきた、アベノミクスやってきました、もうね、あの異次元の成長、まあ、あの劇的な成長、経済成長をもたらすということで、もう三本の矢とかでいうね、対策とか言ってました。結局それ役立ったんですかいう話になってますでしょ。だからいろんな意味で今そのやり方を変えないといけない時代だと私は思うんですね。まあ時代、まあ今の時代っていうことじゃなくたとしても、政治っていうのはやっぱりこう試行錯誤でより良くより良くしていくということをやっぱり考えていかなあかんと思うんですね。でこれだけこう情勢がいろいろ変化していってる中の中で、その従来のやり方で同じようなやり方をやっててもですね、対応しきれてないわけですよ。だからいろんな問題がこう山積してきてるわけですよね。だからやっぱりパラダイムシフトって言いますか、そのもう根本的にその物事を一回考え直すというか、まあ代表例は天動説と地動説と言われるような、ああいうね、考え方の変革というのによってその物事をこう組み直していこうというのが、まあ、パラダイムシフトと言われるようなもんだと思うんですけど、政治の世界でもね、まあ、明治維新がその代表やと思うんですよ。あれも根本的に考え方を変えちゃったわけですね、あの時にね、はい、幕末、その上位やと言ってですね、そんなんもうね、外国人なんか上位やという形で打ち払えとかで言ってたのがですね、あ、これはあかんな言うて、もう根本的に考え方変えて、で文明開化という形で、どんどん外国の人来てくださいと、ね、もう教えてくださいと、学びにも行きますよという形で留学生もどんどんやって、親とい外国人も大量に雇ってですね、もう全然西洋化しちゃったんですよね、明治維新の時代で。もう極端な、もう180度方向転換したような政治のやり方っていうのを、まあ、明治維新はその代表例やと思うんです。で、まあその時のその情勢に応じて結局変えたわけですけど、まあ、それが正解やったか不正解やったかいうのはいろいろ議論があるところだと思うんですけど、まあ、あれぐらいの、まあ、あれほど、まあ、極端はまあともかくとして発想の転換を、もう今のやり方、従来のやり方のそういうやり方ということを変えて、やっぱり政治改革、構造改革みたいなものをですね、もうするべき時に来てるんですよ。でそれが、ところがそういうことをやらずにも小手先的に、ね、定額減税やります、子育て支援金取ります、ね、なんかの税金取ります、
でそういうことの小手先のなんかだけで結局やろうと乗り切ろうとしてでしょ、もう限界ですよ。まあ、根本的に私言わせていただいたら、まあまあ、経済方面 の、 その専門家ではないんであれですけど、うん、今までって要するに物の豊かさ、成長成長、うん、経済が成長していて物が豊かになりましょう豊かになりましょうという形でずっとやってきてるんです ね、 これ先行経済からずっと同じことですよね、うん、そこ変わってないです、うん、成長成長言って物を豊かに豊かにどんどん物を作って、うん、儲けて金儲けしてって成長市場主義、うん、これでやってきたんです。 この根本は変わってないですよ ね、 そうですね。だけどどうです、うん、もう物豊かというか、うん、物あり余ってませんか、うん、日本の国は、まあ、世界中もそうですけど、まあね、余ってますよね。もうね、ああいうコンビニいたら、うん、もう店員さんがいつもなんか僕見てたら、うん、物掘ってますよ、うん、まあ廃棄多いですね、賞味期限ね、こうまあフードロスやと言われてることで、まあこれ自体も問題なんですけど、うん、もう物なんか余ってますって、うん、で成長ってこれ以上の物の豊かさって物買え買えって言ってやったところで、うん、そんな物買えませんやん、もういらんのんちゃいます、大概持ってますから、ね、持ってますよ、下手したら一家に一人ずつ車一台あるような時代ですよね、うん、そうですね、はい、うん、そうじゃなくてむしろ成長じゃなくてもう助け合いというか分け合い、うん、分配、うん、こういう時代にもう発想を切り替えた方がいいと思うんですよ、うん、もう成長成長で豊かにならんでもいいと、うん、もう分け合いましょうよと、うん、もうねというのはこれね、正直言うてそのまあ物価高でみんな苦しんでるということを、まあ、言いますけども、うん、余ってるとかめちゃくちゃ余ってるような現象が生じてませんか。基本的に先進国はねほぼ余ってるでしょうね。はだって日本だって、うん、もう大阪市内で10億のマンションが、うん、もう完売売れてますね、ね、はい、何億円のマンションだって完売、うん、まあこれは外国の人が買うてはるんかもしれませんけど、うん、それでももうそういうものがボンボン売れるんですよ。そうですね、ということは結局庶民的には苦しいでいろいろ税金取られたり子育て支援金取られたりしてる割には余ってるとこは余ってるんじゃないかいうところがあるわけですよ。でこれやっぱりこう金持ち優遇税制とか言われてますけど、株式取引とかそういうのに対する課税なんていうのはすごく甘い状態だというふうに聞いてるんですね。まあ、NISA なんかでもあれ非課税かなんかにして株式投資にどん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 誘導しようとしてるじゃないですか。あれまあ一種のそのなんていうか経済成長優先主義みたいなもんですよね。ああいうとこ、まあ、そういう発想自体がもうですね時代にそぐわない形になってるんじゃないかということを私は声を大にして言いたいですね。もう成長成長はええんですよと、成長じゃなくてもう成長よりもうそのどうやってこう助け合っていくか、うん、共生していくか分配していくかというところを本当にこうもう一度、うん、考え直した方がいいんじゃないかと、うん、これ日本一国の問題じゃなくて世界的にそうなんだというふうに思います、うん、そうですね、これはいつも引用してますトマ・ピケティさんの、うん、21世紀の資本とか、はい、最近作では資本と、イデオロギーという、うん、まあ、ごっつい本があるんですけど、今いかにもこれをまあ読んで、ご覧になったらですね、うん、いかに所得格差がというか資産格差、貧富の差が拡大していって、うん、ているかということが如実に分かります、うん、そうですね、でこれがやっぱり世界の分断をもたらしていることやし、うん、まあいろんな意味での弊害をもたらしていることなんですよね、うん、だからそういうところも発想を切り替えて、うん、成長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 の同じことを考えるんじゃなくてもう発想から切り替えていろんな意味での政策をこう、うん、制度改革というものをもう今するべき時だと思うんです。うん、特
ところはそれをやらずになんかね、うん、ごまかし、うん、小手先、うん、パフォーマンス、うん、いかにもやってますよと、そうですね、いうことしかやってないという形 で、 そうですね、でこれをこういう形でもいつまでもやってることは、うん、全然国民生活にとっていいことではないです。もうごまかしが続けていくだけで少しもみんな幸せにならないですよ。経済成果がずっとか、まあ、そういうものについてもですね、豊かさを実感できない、本当の意味で、あ、生きててよかったなとか楽しいな嬉しいなという生活にならない、もう日々追われてるというような感じになって、もう日もさちも行かなくなるというような形になっていくと思うんですね。やっぱりそこをやっぱりもう違う形、うん、その発想を変えてですね、もう一人一人の豊かさというか、うん、そのものをどう実現していくかということを、もう経済成長にだけ頼るということじゃなくて、うん、そういう発想じゃな ないやり方で、うん、実現していく、うん、そういうもう発想の転換、本当の意味でのパラダイムシフトを前提にしたですね、うん、政治のあり方を実現していくべき時に来てるんだと思うんです。これを続け、定額減税とかそういうのを同じような発想でやり続ける限り、国民生活は絶対豊かになりませんというか良くならないですよ。はい、また物価上がってまた同じことやってる。うん、やり方を変えましょうよ。はい、うん、私はそう思います ね、はい、ありがとうございます。はい、まあ、定額減税も、ね、いろいろありますけど、また見ていきたいと思いますね。はい、はいはい、本日ありがとうございました。はい、次回の動画でお会いしましょう。はい、はい、さよなら。